ついにゲレンデが納車しました。早いでしょ。もうね、なんと本日ゲレンデがあちらに届いております。もう嬉しくて嬉しくてね、超テンション上がっております。今日は本当ね、僕のゲレンデをただただ自慢したい動画と、ちょっとねこの後横浜に用事があるんで、横浜にね初ドライブする様子なんかをお届けしてまいりたいと思います。見ます？見てください。マットブラックのゲレンデエディション1っていう100台しかね限定車で、かっこいいでしょ。どう、筋肉ってバウンじゃないかな、こういうでかい車。このねマットな基調とこのね赤いラインが入ってて大変お気に入りでございます。今日気温やばいんで早速中乗りたいと思います。このゲレンデの自慢ポイントをたくさん話していこうかなと思うんですけど、俺ね今更思ったの、このねベンツのマークにちょっとねテンション上がってる。初ベンツですからね、もちろんね。今日納車されるまで気づかなかったけど、シートベルト赤なんですよ。かっこくない？なんかあのわかる？プレゼントみたいなの。ちょっと助手席に今カメラマンがねシートベルトしてるけど、なんかね誕生日プレゼントに包まれたみたいになってますから、赤もまたかっこいいですね。早速エンジンをかけてこー。ゲレンデの音、この重厚感ある音がたまりませんね。僕ね別にね、言ってしまえば車好きな男性じゃないんですよ。男の人って結構車好きでしょ。昔からほら将来ああいう車乗りたいなとか、そういうあんま願望なかったタイプだし、今も全然車とかに詳しくないんだけど、ほら筋肉しかね趣味がないんで、それでもねなんかテンション上がってんの、この重厚感ある音とか。あとねいろいろねちょっとね車内のポイントを見せていきたいなと思うんですけど、さっきね車屋さんに教えてもらったんですけど、この車内のライトの色変えられるの。見てこれ今赤になってるんですけど、あれなんか英語になっちゃった、さっきのに戻したいけど、あこれかな、あこれだ。でねこれ今車内赤くしてるんですけど、こうやって動かすと青になるの。これわかる？ここ明るくてちょっとわかんないけど、皆さん今あそこ青になってるじゃないですか。それをですね赤くするともちろん赤になるというね。車内が赤だからなんかずっと赤くしておこうかな。ゲレンデ初ドライブ行ってきます。うひょうひょーって言っちゃうよ、これ怖いもん。皆さんこれねローン組んで買いましたから、ぴったり2700万でございます。2700万とかさ、ぶつけた時にはその日一日ちょっとテンション低いよね。めっちゃ緊張する。僕前乗ってた車がリンカンナビゲーターっていう、これよりねちょっと大きいかもしれない。しかも左ハンドルだったから、こういう車慣れてるはずなんだけど、緊張感が全然違うの。絶対にぶつけられないもんね、傷一つつけたくないっていうね。そりゃそうだよね。でねこれね、ここにボタンがあるんだけど、これ押すとターボモードみたいになって重低音が増すの。かっこいいんだよなこれが。渋くてもうね、より一層安全運転しようと思いましたよ本当にね。なんか正直言っていいですか、このゲレンデに乗ってる自分にめちゃめちゃ今ね優越感みたいなものを感じております。あこんな車に乗れるようになったのかみたいなね、ゲレンデを乗ってる俺を見てみたいな。やっぱ僕ね昔からね目立ちたがりだったんですよ。小学生の頃から思ったらね目立ちたがりだったから、なんかやっぱね、まあ小中高って、まあ、体操できたのもあって、結構そのねアクロバットをね運動会の時とかほら披露する場がたくさんあったのね。応援団長とか中学の時やったりして、こう自分がねパフォーマンスをする機会があったから、やっぱりね割と目立ってきて育った子供だったもんね。それが多分ね良かったんだと思う。 YouTube っていうプラットフォームと出会ってさ、目立ちたがりの自分のもう最適の場所じゃないですか。でよく承認欲求を捨てろって言うけど、俺はね承認欲求の塊だからこそここまで来れたと思うし、自分にそういうね欲求が強くて良かったなってね今思ってる。今日ねちょっとね家トレする用のマシンを見に行こうと思って横浜まで今来たんですけども、いや運転が楽しいですね本当ね。なんか僕筋トレしか当然趣味ないじゃないですか。ずっと仕事しかやってこない人間だったけど、まあ新しい趣味ってわけではないけど、すごくいい車に乗ることでやっぱりねドライブしてみようっていう気にもなるしと思うしね。飽きちゃうのかな、ちょっとわからないけど、これからねこのゲレンデでいろんなね思い出を作って、それを YouTube でね配信してったりとかしたいなと思います。東京に住むようになって本当にねジムいろんなところに巡るようになってたから、それもやっぱね車で行きたいなとずっと思ってたからね、都内のいろんなジムに行きたいと思います。ゲレンデでね、運転席からの景色でございます。いいねベンツ。おお、お寿司を食べに
行きまーす。せっかく横浜まで来たのに駐車場がないからね。スシローでございます。完売でございます。換気のためバナーを開ける方がございます。バルクアップにね、寿司良くて炭水化物、脂質、タンパク質のね絶妙なバランスなんですよ。で、良質な脂質取れるし、僕リアルにね週7食べてるかも。ライトもかっこいいね。マットブラック買うね。これね、ちょっと暗くなってきたから分かるでしょ。こんな光るんですよ。かっこいいな。家に戻ってきました。このボタンでね立体駐車場が開くんだけど、駐車場だけで6万ちょいしますね。あとこれの月の保険が、まあ、さっき3万4000円ぐらいって言われたから、この子をね維持するのにね月間10万ぐらいね余計にかかると、まあ、ガソリン代とか、まあ、他にあるしね。都内の車は贅沢品だよね、ほんとね。で、到着しまして、で、わかるかな、僕んとこねシャッターついてんの。これいらないんだけど、これまたねボタンで開くっていうね。だからこれ忘れちゃうと悲惨なの。部屋に戻るのもね結構時間かかっちゃうからね。さあうまく駐車ができるでしょうか。これわかるかな、このナビゲーターはこんなのなかったけど、これあったら絶対事故んないね。20代だった時の自分はまさか自分がねこんないい車に乗ってるなんて想像もしてなかったんだけど、やっぱり自分の成長とともに価値観も変わってきて、で、僕自身はフィットネスドリームをつかみたいし、フィットネスドリームを見せたいんですよ、若い人にね。それこそ YouTube の可能性であったり、大会で活躍する可能性であったりっていうのを若い人たちに見せていきたいなと思ってて、で、僕はジム経営とか社長業もやってるけど、こういう車を買ったりいい家に住んだりってするのは本当に YouTube の広告収入とスポンサーからの収入だけで賄ってるんですよ。ジムの経営とかってのはもちろんほらスタッフへのお給料だったり新しい器具買ったりする中でそんなに大きな利益って出ないから、ジムからはね全然収入もらってないの。まあ、YouTube もそうなんだけどね、インスタとかツイッターとかその SNS の中で大きな発言力だったり配信力だったりみんなから支持してもらえることっていうのがこうフィットネスインフルエンサーとして成功するには大きな要因で、これ何が重要かって言ったら人気度もそうなんですけど、 SNS のフォロワー数とか配信力の方がずっと重要です。だから言ってしまえば僕はフィジーク選手としての実績は大したことないんだけど、おそらくスポンサー契約料が一番高いフィジーク選手って日本で僕なんですよ。他のプロの方の詳しく知ってるわけではないけれど、スポンサーの契約料だけで年間でこのゲレンデが買えちゃうぐらいの金額ってのを僕はいただいてるから、一昔前のそのプロで稼ぐっていうのとはちょっともう変わってきてるんですよね。 SNS がなかった時代ってのは本当にプロとして実績を上げた人にサプリメントからのスポンサーとかがついてたんだけど、今サプリメントのスポンサーってのもプロにつくんじゃなくて、むしろ YouTuber とかインスタとかで配信力がある人にスポンサーついた方が当然得なんですよね。企業ってのは全国何人の方に宣伝できるかっていう方がよっぽど企業は価値を感じてくれるから、そういった意味で、まあ、若い人が本当にねこのフィジークとかプロになって、そして豊かな生活を手に入れたいと思ったら大会を頑張ってるだけじゃその生活ってのは手に入らない。 SNS の構築ってのをしてより多くの人にね自分の言葉が届くようにしていかないと本当の意味でのねフィットネスドリームってのは手に入らないですから、僕はねそんな若い子たちに向けてこういう動線があるよっていうのを見せていきたいし、これからもねもっともっと自分のフィットネスドリームうんと大きなところまで行きますから、僕の動画とかライフスタイルが誰かのモチベーションになれば嬉しく思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。